はい、では龍が如く6続きやっていきます。よし、あ、何、あ、電話か。はい、誰だ。あなたがお探しのものですよ。ああ、菅井さん。4代目菅井、こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりのものに対応させます。代わりのもの？お前はどこにいる？俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリュウ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。口調が変わったな、菅井さん。はい、代わりのものって誰だろう。え、岩見恒雄ご本人とかではないか。後ろに小清水さんがいるね。よく見えるな、桐生。おーい、どういうことだ、ソメヤ。ああ、ソメヤさん。見ての通りですよ、四代目。てめえの相手はそこの染谷だ。聞いたぜ、あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すごい。安心してソミヤに殺されな。何があった、ソミヤ。何があったって、行かれちまったんですよ、俺は。どうしたの。いや、ソミヤさんもう3回目ぐらいかバトルすんの。分かってこいよ。おら、やそみや、たくみ、行くで。行かれちゃったってどういうこと。なんか吹き込まれたのか、菅井さんに。ちょ待って、あ、ちょ待って、おい、避けるんか。え、小出しにしてた方がええな、これ。ほら、この野郎、赤くなったぞ。いっちょ、やるね、やります。お、危ね危ね。危な、おら、もう一回。あ、ない、全然ダメージ入んないんだけど。高い酒がやば。QT 始まるからよ。OK、 最後は素手でやり合おうぜ。ちょ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 、やりますね。ちょ待って、よくない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 。ちょっと待って、アルティメットヒートモードを使わせてくれ。オッケー。全然ダメージ食らわないね。あ、素手パンチが強い。おーし、オッケー、撃退、ありがとうございました。ふー。
す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。コントローラーがめっちゃ震える。キリュウ、あんたやっちまったな。え、何やっちまったって。何が、あ、清美桃かもしかして。あー、お前ずるいぞ。清美、裏切り者の染谷君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら何をするの。清美ママを。あっ、岩見、染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はクロッチマだって、そういうことか。その条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。え、これドス見るとマジマス思い出すからやめてくれ。え、ちょ待って、ちょあいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。兄貴。ママさん。時間切れだ。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと、あ、あ。それ。あなた。なんじゃこりゃ。地獄の場面で壊しちゃったね、長間さん。清美。あの子には、ヒロミには、俺、一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた、本当だ。美しき夫婦愛を、いや、家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。なんだこいつマジ。いやー、あー、ちょっ、腰目様。何をする気だ。まあ、時間切れは時間切れじゃけえの。わかった。
必ずわしが守りきる。安心せ。ユータも同じように刺されたんだから、ソメヤも助かるだろう。あ、まあでもあれか、自分死ぬつもりで腹部刺したから。ソメヤさん。菅井さんどこにいるんだ。あ、でもあれか、小清水いたから神保町にいるのか広島にいるのかな。うわー、武智さんといい、小栗旬さんといいキーパーソンが死んでしまった。あ、今回あれだね、ゆうたくんは最後まで生き残るのかな。だとしたらね、まあね、力也を見てきた私としてはちょっと嬉しいですけれど、まだわからん、まだわからんぞ。いやー、でもあと清美も大丈夫なのかな。時間切れは時間切れじゃけえのって言ってたから、ワンチャン広いまま持たれた可能性あるけど。その清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん、こがなことがあってええんか。分かってる、だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって人塊になってるのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに、せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。桐生の兄貴の言う通りじゃ。踊れら、わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか、のんびりしとる暇なんぞなぁど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞわしゃ。せやな。秋山、お前にはユータを頼めるか。例の下水道なら、東上会も陽明連合会も知らないはずだ。そうだね、わかりました。中国マフィアね、あいつらしか知らなかったもんな。どうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。おお。そうか、そうか。キリュウの兄貴。ん？清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないっすからね。動くときは声かけてくださいよ。やっぱまだ傷が。一つ聞いていいですか、キリュウさん。はい。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、ああ、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手はキリュウさんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない、だからもしかしたらキリュウさんは菅井や岩見常を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見常夫と菅井が神室町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は
一度どん底に落ちてカムロ町に救われた人間です。あんたが手を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。秋山さん、いやー、伊達さんと秋山さん本当成人よな。堅気の人間なのにさ、キリュウちゃんが国道じゃなかったらきっと関わってる人たちじゃなかったからな。ビルの屋上向かい、はい、ということでじゃあ今回はここまでにしておきます。お疲れ様でした。